はい、どうも。引き続きまたエジプトから動画を回してはいるんですけど、今日はですね、これも結構うちのクライアントの方、あとは投資家の方が気になってる話じゃないかなと思うんですが、エジプトのですね、インフレ率について改めてちょっと解説をしていきたいなというところなんですけど、エジプトというとですね、やっぱりインフレ率がすごい高いみたいなイメージがやっぱりありますよね。投資家の方の中からの質問の中にも、インフレ率って今後どうなんですかっていうところをですね、よく質問としていただくので、改めて解説をしていきたいなということなんですが、今年の頭、エジプトのインフレ率がマックス何パーセントまで上がったかって覚えてます？35%。今年の2月だね。2月の段階で 35.7% っていうのが、まあ、いわゆる一番高いインフレ率を記録したっていうことになるんですけど、まあ、この背景としてあるのはもう何かというと、通貨の切り下げということなんですよね。昨年ですね、エジプトが何回か通貨の切り下げを行っていて、それに伴って、やっぱ輸入する代金っていうのはすごく上がってるんですよ。やっぱエジプトも全て自国の中で賄ってるわけではないので、いろんなものを輸入してこないといけないものがあるんですよね。通貨の切り下げをしたら輸入する代金は上がっちゃうので、インフレ率は上がるのは当たり前だよっていう話なんですよ。でも通貨の切り下げって、まあ、今年の頭を最後にそれ以降は一回も行ってないんですよね。エジプト政府としてもこれ以上通貨の切り下げを行う予定は全くないという状態でなってきた時に、インフレ率って結局前年比に対して何パー上がったのかっていう見方になってくるわけですね。通貨の切り下げがあったので、この分当然通貨が安くなってしまったから、外から輸入してくるものの代金は上がってしまうので、インフレ率が 35% になりますよって話なんですけど、ただそれ以上通貨の切り下げをしていかないのであれば、それ以上物価が上がっていくっていうことはあんまりないわけですよ。ということもあって、だん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 インフレ率が下がってきてるわけですけど、今何パーまで下がってきてるかってご存知です？25%。今直近で言うと 25.7% までインフレ率が低下をしてきている。まあでもそれはさっきも言ったんですけど、当たり前だよねっていう話なんですよ。ずっと継続的に、通貨の切り下げをしていけば、それは外から輸入する代金がもうどん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 右肩上がりで上がり続けてしまっていくので、さあどんどんインフレ率が加速していくんですけど、でも別にそれ以上通貨の切り下げをしないっていうのであれば、当然通貨は安定はしてきますし、結果輸入する代金も安定はしてくる。からインフレ率は起こりにくいですよねっていう状態があるので、だん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 低下をしてくるということですよね。先日ニュースにもなっていて、エジプト政府が一応目標にしているのは、来年2025年の12月の末までにはインフレ率を 10% 台までにはしたいっていう目標を掲げているんですよ。いや、まあそれに伴っていろんな政策もしていくとは思うんですけど、まあそれが現実的に可能か不可能かって言ったら可能なラインではないかなっていうふうには思うわけです。実際でもこうエジプトで生活しててどう思います？チーロさん的にはインフレ率が 10% 台まで落ちることは無理な数字なのか、それとも可能な数字なのかっていうところで言うと可能だとは思います。目指してる時期がいつでしたっけ？2025年の12月。まあだからあと1年3ヶ月くらいだね。 10% 台ですか？10%。 10% か。だからあと 15% 低下させないといけないっていう。でも今年の2月の時点で 35% あったものが2月から10月でしょ。だからこの8ヶ月くらいで 10% インフレ率を低下させたんだよ。ってことを考えたときに、じゃああと1年3ヶ月くらいあるとなると、1年3ヶ月の中で 15% インフレ率を下げたらいいってことを考えると、これ以上通貨の切り下げをしないということが前提なのであれば、決して無意な数字ではないのかなっていう気はしませんか？加えてあとは、今いろんな工場がどん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 稼働し始めてきていて、そこが輸出をし始めている。で、輸出をし始めてくると、どん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 貿易収支が黒字化してくるので、通貨高が圧力がかかってくる。で、通貨高圧力がかかってくるということはどういうことかというと、話が戻りますけど、通貨の切り下げをしたから輸入してくる代金がとんでもなく跳ね上がってしまってインフレ率が上がったわけじゃないですか。でも通貨高がなってくるってことは輸入する代金が安くなってきてしまうから、結果インフレ率は低下してくるっていうことが起こるわけですよね。ってことを考えた時に、総合的に判断をすれば、ここから先というのはインフレ率は低下しやすい材料は結構揃ってるのかなっていうふうには思うんですよね。
だからエジプト政府が目標としている2025年12月の終わりまでにはインフレ率を 10% 台までにするっていうのは可能な数字なんじゃないかなということですね。そのインフレ率 10% 台っていうのも前年比に比べて何パーセントかっていう話なので、もうすでに高いところからを比較してって話だからって考えると、まあ、そんな無茶な数字は言ってませんよねっていうのがこっちに住んでいる私たちの肌感かなっていう気はしますよね。そうですね、まあ、また万が一その通貨の切り下げのような動きがあった時はちょっと話が変わってくるので、うん、また解説をしないといけないっていうところでありますけど ね結局ですね、そのでも通貨の切り下げがあったのもコロナとかいろんな特殊な要因があって外貨準備高が減ってきたっていうところが大きかったんですよね。そこに対して IMF から支援も受けないといけなかったし、まあ、その条件の中で通貨の切り下げということがあったので、いろんな外部的な要因があってそうさせられなかったっていうところがあるんですけど、その時にですね、まあ、これ以前の動画では言ったんですが、ちゃんとこのエジプトの国内の事情を分かってない YouTuber たちがですねエジプトが外貨不足だ外貨不足だとかって言ってやばいとかって言ってたわけですよ。でも今エジプトの外貨準備高どうなってるかっていうと過去最高なんですよ。これが今のエジプトだということですよね。そう考えるとこれ以上エジプト政府が通貨の切り下げを行う理由が全くないということですよね。なのでエジプト政府が目標としている 10% 台っていうのは達成可能なラインではないかなっていうふうには見てはいますので、引き続きですねこの辺の情報なんかはまたアップデートされていくと思いますので、その際にはまたうちの YouTube でいろいろ情報の方はお伝えできたらいいかなっていうふうには思ってますので、気になるという方はですね、まずはうちの BCG 公式 LINE の方を友達登録をしてもらって、加えてあとはチャンネル登録といいねなんかもしてもらえるといいかなというふうには思います。